はい、こんにちは。今日はちょっと遅くなりましたが、ミッドウェーの当日の戦闘商法の後編というかですね、最終回ですね。やっとミッドウェーを制覇することができて、喜んでおりますが、前回ですね、7時22分に、これ日本時間ですね、サンクーボが撃沈されました。魔の6分間ですね。で、その頃ですね、ちょうどその、赤木、加賀、蒼龍、飛龍のうち飛龍だけがですね、ちょっと離れた位置にいたんですね。これは相関上の都合だとか、個々のですね、もう非常事態でしたので、個々の判断で結構、魚雷の回避行動とかですね、割とその股間でそれぞれが判断して動いていったもんですから、飛龍がですね、たまたまちょっと離れた位置にいたんですね。でね、積乱雲かなんかも手伝って、飛龍が発見されないまま運よくですね、ちょっと離れた位置にいました。それでまあ助かったんですね。で、6時半ぐらいに、雷槍転換の命令が出てますんで、そこから1時間弱経ってるんですが、あとですね、6時半ぐらいまでには、ミッドウェーの基地攻撃隊が大体もう飛龍にもですね、着艦してます。あと赤城加賀蒼龍にはですね、着艦した後にやられちゃったんですけどね、で、ただですね、かなり基地攻撃もダメージがありましたもんで、この7時50分の段階で飛龍が攻撃隊を発進命令を出したんですけれども、まず爆撃機、救急艦爆が18機とゼロ戦が6機しか出せませんでした。それでですね、これなんで一気に雷撃の要は97艦砲も出さなかったかというと、おそらくですね、6時半から雷槍転換の命令が出されたんで、おそらくまだですね、97艦砲の魚雷の転換がですね、完全に終わってなかったからだと思います。で、これはですね、後でですね、10時30分に発射することになるんですけどね、この雷撃隊は10時30分に出ることになるんですが、この7時50分の段階ではですね、この救急艦爆から出しました。で、しかもですね、この救急艦爆の内訳を見ると、爆弾の内訳ですね、陸用爆弾が6で、通常爆弾、もしくは鉄鋼弾とも言うんですけど、鉄鋼弾が12。だから、6時半に雷槍転換の命令が出て、大体まあ半分以上、3分の2ぐらいはですね、雷槍、鉄鋼弾への、転換ができてたんですが、完璧にはできてなかったということがこれで分かりますよね。大体50分ぐらいの間にこれぐらいが進んだということです。で、これを緊急発進させてですね、8時20分にヨークタウンを発見して、ただですね、かなり、迎撃でやられましてですね、この、爆撃18機のうち8機がですね、なんとか攻撃をできまして、で、急降下爆撃をやった結果、ヨークタウンを大破させることができたんですが、ただですね、20ノットで航行可能の状態でした。だから結構ヨークタウンはすごいですよね。珊瑚海海戦でね、命からから戻ってきたと思ったら、この飛龍の攻撃を受けてもまだですね、20ノットで航行してます、ね。で、この飛龍の攻撃隊はですね、米の艦載機を見つけたんで、それについていったっていうのもありましたが、チクマ5号機の電波誘導で、助けられてですね、ヨークタウンに到着したというものもあります。とにかくですね、もうこの、前回説明したようにですね、この4空母の艦載機のうち、飛龍の、搭載、飛龍の、搭乗員のですね、死者が72名だったかな、一番多いんですね。全部で100名ぐらいしか死んでないんですね。あんまりね、ベテランパイロットが失わずに済んだんですけど、飛龍のパイロットだけは相当死んでます。で、もうこれも命からがらというか、でもこれ、24機で行ったんですけどですね、戻ったのはごくわずかでですね、
で、まあ、この第一波が攻撃終わったわけです。で一方ですね、南雲司令部の08時28分、南雲はですね、この段階で飛龍はまだ飛龍だけはまだ生存しているということを分かってますけども、南雲はですねこの段階で水上戦闘の意思を持ってます。水上戦闘の意思を持っているんですね。ということは、利根千曲、それから、金剛比叡だったかな、霧島の比叡だったか、ちょっとうろ覚えなんですけど、どっちだったかな、その戦艦に、従順2がですねあるのと、であとはその攻略部隊でですね近藤艦隊とか栗田艦隊なんかがいますから、近藤の方にねその比叡霧島の残りが2隻いるし、栗田が従順4隻持ってますし、そっちの方の合わせたらですね、だから第一航空艦隊と近藤艦隊とかを合わせるとですね、結構なその水上の戦艦従順部隊というのがありますのでですね、それで水上戦砲撃戦を仕掛けることもできます。で空母を見つけたり相手の従順とかいますんでね、それに水上戦闘を仕掛ければ、まだまだ勝てるんだというふうに、まだまだですね積極的なアグレッシブな姿勢を失ってないわけですね。南雲は結構大したもんですよね。空母3隻やられてますけど、まだ、ファイティングポーズ取ってますね。それで一方、この本隊の06時山本艦隊はですね09時20分、この段階でですねアリューシャン作戦に参加していたですね空母龍城と巡洋を呼び寄せようとしてますね。呼び寄せる命令を出しました。これすごいですよね。空母3隻が失ったということを、おそらくこの前後で、7時22分に撃沈されたんですけど、大体この辺で、山本は掴んでるはずなんですけど、アリューシャン列島の方に龍城と巡洋、この龍城と巡洋はですね軽空母なんですけれども、ゼロ戦と、97艦砲をですね、おそらく合わせて25機ずつぐらい稼働できるはずなんですね。だからねまあまあですね、ゼロ戦がですねそもそも直営のゼロ戦が10機いたら、空母の上空にね直縁機のゼロ戦が10機いたら相当なディフェンス能力を持ちますからですね、この2つが呼び寄せたからといってそんな来るのにだいぶ時間かかるんですけど、これがですねもともとこのミッドウェーの艦隊に随伴していたらですねまた別の艦隊行動が取れたのにですね、この辺りがだから山本の作戦というのが不徹底というかですね、なんでもっと、大和の中心とするですね主力戦艦部隊バトルシップ部隊を、空母の前に出せとは言わないけれども、もっと近くでですね随伴させて行動しなかったのか。でこれはですね実際に連合艦隊の他のメンバーからも批判が上がってますよね。なんで大和がそんなに後ろにいるんだっていうのはもちろん批判が上がってます。それとですねもちろんそれに対しては、いや速力が違うから大和って言ったって25ノット前後でしか動けませんし、大和に随伴している宝鐘もですねそれぐらいの速度しか出せませんから、そんなものと赤城とか加賀っていうのはもう32ノットぐらい出ますからね、あれを一緒に動かすことっていうのは難しい、艦隊行動として難しいし、そもそも奇襲をやろうとしてるんだからそんなゆっくり行ってたんじゃダメなんだと、早く行ってドンとやっつけるっていうのが大切なんだってことで、そういうふうに反論をする人もいますけどね。だけどやっぱりですねその艦隊行動っていうのはやっぱ別々にバラバラに動かすよりもですね一気にまとまってやった方がその一つの軍戦略としてですね今の例えばアメリカ海軍の、米機動艦隊打撃軍空母打撃軍なんていうのは空母と、その護衛艦と、イージス艦ですよね、そして潜水艦とっていって本当に一つのですね大きな艦隊を組んで動く、そしたらその軍戦略で非常にですね
防御力が高くなるわけですね。だから一向間だけをですね飛び抜けて前の方に出したっていう作戦はやっぱり今から見ると、不合理な面が多いですよね。で山本は今頃になって呼び寄せてるわけです。で10時ミッドウェーの砲撃を命令するんです山本は。だから10時の段階では、これまだ飛龍は残存してますんでね、10時の段階でまだまだ山本もですね戦う意思を見せてたんですね。ミッドウェー砲撃して近藤艦隊とかですね、で近藤とか栗田にですねミッドウェー砲撃させて、そして輸送船の一機主体を上陸させるというような意思をまだ持っているんですね。で10時半に飛龍の第二次攻撃隊、が、艦攻が10機と、ゼロ戦が6機16機でこれでまた出撃するんですけど、これでですねまた同じヨークタウンを、これ別々の空母だと思っていたようなんですが、このヨークタウンを爆撃した、艦爆で爆撃して一応20ノットで航行してましたから、それをまた見つけてしまってですね、これに魚雷2発を当てて、でここでヨークタウンは航行不能になるんですね。これ後でね確か、日本軍の潜水艦に撃沈されることになったと思います。まあいずれにしろここで航行不能になったんですね。ただこの、雷撃軍もですねかなり落とされてます、かなり落とされてます。で結果ですね12時40分の段階で飛龍、まあこれ1波2波も攻撃後飛龍に戻るんですけど、無事なやつは戻るんですけど、12時40分の段階で飛龍の稼働可能な飛行機はですね戦闘ゼロ戦6機、雷撃4爆撃5とですね、まあ一応これは稼働できたんですね。だからやろうと思ったらあと1回ぐらいは攻撃に行けたんだけれども、かなりダメージを負ってましたから、ちょっと難しいんじゃないかという判断を、このは飛龍の山口ですね、山口はこの段階で第3撃どうしようかって言ってたらですね、14時にエンタープライズとホーネットの爆撃、またドーントレス24機が来て飛龍を沈めてしまったんですね。はい、まあですねもう飛龍は満身創痍で、まあそれでもよくねこれヨークタウンを沈めたと思います。もうこれは大したもんですよね。だからあとうまいことやっとけば飛龍一隻でエンタープライズとホーネットやれたんじゃないかという人がいるんですけども、この段階でほぼですねこれもやっと動くか動かないかぐらいの話でしたから、ちょっとですねもう難しいんじゃないか、事実上この数ではですね行ってももう、まあ、魚雷一発か二発、爆弾が一発か二発当たったらいい方でちょっと難しいだろうという判断はあったと思いますね。で、まあ、14時に飛龍が沈みました。で14時5分南雲は水上戦闘をここで断念します。さすがに空母が全部なくなっちゃったんで、これはもう防御能力直縁機が全く使えないことになっちゃいましたから、これはもうさすがに無理だということで水上戦闘を諦めるんですが、やっぱり水上戦闘を仕掛けるにはですねミッドウェーの基地攻撃隊だとか、相手の空母部隊ですねが、やっぱりその攻撃機が来るとですねさすがにこっちは防御がゼロですからですね、怖いという思いが先立ちますんで、水上戦闘を断念して野戦に切り替えたんですね。日本軍は当時ですね野戦というものをものすごく得意にしてましたからね、野戦は、まあ、砲撃することも可能なんですけど、まあ魚雷ですよね、夜にですね戦闘をするという訓練をかなり日本軍はやってますからね、野戦でやってやろうという、まだこの重要この飛龍が沈んでもなおですね野戦をやってやろうという南雲はすごくアグレッシブな意識を見せてますね。だから案外ですね南雲はその、恐れおののいてですね消極的だという批判がよくあるんですけれども、実際の戦闘商法を見てみますとね割と南雲はですねファイティングポーズをまだこの段階でも取ってますよ。それで
15時13分、千曲2号機から連絡が入ります。炎上米空母の後方に空母さらに4隻。これですね、何を間違えたのか、この段階ではですね、明らかにエンタープライズとホーネットしかいないんですよ。ヨークタウンはですね、ここでもう、航行不能になってますから、15時13分の段階でどう考えてもエンタープライズとホーネットしかいないんだけど、これをやるともうあと4隻いますって話。この米、この炎上空母っていうのがおそらくヨークタウンのことだと思うんで、後方に空母4というふうに、まあこれ全部で5隻空母がいたのかっていうめちゃくちゃなこれ報告になってますね。まあこれはですね、よく批判されるんですけども、ただですね、やっぱりこの前も言いましたように、水上戦闘機はですね、せいぜい時速350キロぐらいしか出ませんので、空母艦隊に近づけませんから、かなり遠くからですね、望遠鏡で見たらやっとそんな感じの見えるっていう風な報告をするんで、あんまり近づきすぎるとですね、艦載機に追いかけられて撃墜してしまいますんで、撃墜されてしまいますんで、ちょっと報告がいい加減になる傾向はあります。で、16時15分、山本はミッドウェーの攻略を命令してきたんですね。16時15分の段階で、山本はミッドウェーの攻略を命令しています。ね、これですね、おそらく14時に飛竜が沈んでますから、ここから2時間15分経ってるんで、山本の本部、司令部もですね、空母が4隻失ったことは、おそらく気づいてるはずなんですね。だけど、ミッドウェー攻略を命令してきた。で、一方18時30分に南雲は、この山本の命令がなんかおかしいぞと、空母4隻沈んでるのに、ミッドウェーの攻略をするのはですね、ちょっと敵情判断が間違っているんじゃないかと思って、18時30分に米空母4というこのチクマの2号機の報告をですね、山本に打電したんですね。で、そういう結果、最終的に21時15分に山本がミッドウェー攻略を中止の判断をします。だから、この16時15分のミッドウェー攻略を命令してきた山本の情報として、まだ飛竜が1隻残っていると判断してたのか、もしくは4隻全部沈んだことを分かりながらですね、攻略を命令してきたのか、ちょっとその辺が分からないんですね。南雲が一応米空母4を打電したのが18時30分で、その後ですね、さすがの山本も攻略を中止してますから、まあこの辺でですね、連合艦隊の本部がさすがにちょっと空母4隻失ったんじゃ難しいなということを判断したんでしょうかね。ちょっと情報のこの錯綜がありました。それでですね、これまあ、主力空母3が撃沈されても、結局ですね、これ7時50分、8時でしょ、8時間ぐらいはですね、この3空母が撃沈されても8時間ぐらいはその、現地の海域にとどまってですね、まだミッドウェーを攻撃しようという意思が見えますね。8時間ぐらいはこの海域にとどまってるんですね。だから3空母やられたからすごすごと逃げるというよりは、一か八かやってやろうっていう姿勢が日本軍には見れるんですね。で、このですね、龍城と順陽ですね。で、その他に、この山本の方にですね、宝章ですね。宝章と章。宝章と、それからね、近藤艦隊に瑞宝っていうのがいるんですね。宝章と瑞宝。宝章と瑞宝と、まあこれはちょっとさすがに来れませんからね。アリューシャンの方からそんな向かわしてもですね、さすがに来れないでしょうから、宝章と瑞宝がいたんですね。宝章というのは大和部隊、瑞宝というのは近藤部隊ですね。比叡とか霧島の近藤部隊ですね。で、宝章にはですね、なんとですね、ゼロ戦が間に合わなくてですね、96艦船とかが乗ってますから、96艦船とね、96艦港かな、うん、
要は旧式機がね宝生には載ってるんです。大体どうだったかな、96艦船が10機ぐらい載ってますかね。ただ瑞宝の方にはこれゼロ戦が配備されてますね。ゼロ戦多分12、3機は載ってると思いますね。まあ96艦船でも結構明記とされてますから、これ F がまあ12機ずつぐらいいるわけですよ、ね、F が12機ずつぐらいいます。だからこれやろうと思えばまだいけますよこれね。ヤマトの本体の宝生に、96艦船が12機ぐらいいて、で近藤艦隊の護衛艦瑞宝が12機ぐらいいるから、ファイターがまだ24機使えますね、大体。でこれを護衛させて、このヤマトの主力の戦艦部隊ね、武蔵以外全部戦艦いますから、いるのと、あと近藤艦隊と南雲の比叡霧島、がいますんで、まあ、南雲と近藤で比叡霧島春菜、金剛比叡霧島春菜がいますんで、戦艦4隻と、まあ、とにかく従順と戦艦がめちゃくちゃいます。あと駆逐艦もいますし、軽巡もいますね。それでこの艦船がですね24機もいたらかなりいますよ。でまあこれ結果論だからあれなんだけど、相手のですねミッドウェーの基地攻撃、まあ基地の基地と、それからエンタープライズとホーネットが生き残ってるでしょ。そこにじゃあそのどれだけのですね、攻撃隊がまだ残ってるのかって言ったら、もうかなり減ってますよこの段階では。ミッドウェーのね B17 はまだ結構いるんですけど、あそうか、でもドントレスがいるんだな、結構ドントレスがいるか、うん、まあでもねこんだけいたらね、当時のその艦船乗りの技術ってもうものすごいんで、まあどうでしょうね、この残存のですねドーントレス、デバステーターと、相手の三空母の乗っている、戦闘機と雷撃機はほとんどこれ撃墜してますから、残りはドーントレスが何機いるかなんですね。でしかも、エンタープライズとホーネットのドーントレスが何機残ってるのかっていうのと、基地攻撃隊のこれおそらくね B17 ぐらいだったと思う、 B17 が15機ぐらい残ってるかな。ドーントレス、2空母、あとエンタープライズとホーネットのね2空母にドーントレスが何機いるかと、基地攻撃隊の B17 が15機ぐらいでしょ。これ十分守れたはずですよ、こんだけいたら十分守れてますね。もっと言えばね、龍城と巡洋もこれに参加させてれば、まあこれが惜しまれるよね、やっぱり。まあただそれは、そうなっても仕方ないんでね今更悔やんでもしょうがないんで、やっぱりでもね、山本にはこれがいるんだからね、いるんだから、もうここまでやられたからにはですね、もうね、差し違える気持ちでですね、やってほしかったなというのはありますけどね、今から考えたらね、うん、まあでもさすがに目の前で空母4隻やられたら南雲はもう帰りたい気持ちでしょうけどね、うん、まあこれからあと野戦になってね、まあどうかな、でも島を攻撃して、輸送船を一機主体をね上陸させて、で艦砲射撃をして、艦砲射撃なんか無理だっていう人もいるんですけどね今の。だけどね、後にそのガダルカナル攻防戦でね、ヘンダーソン飛行場艦砲射撃しますからね。でそれを米軍が真似てね、沖縄戦とかで艦砲射撃するわけです。で、まあこれでですね、いずれにしろミッドウェーが、まあ
攻略を中止としてなってですね、残念ながらですね、日本軍はここからですね、よく教科書的にはですね、敗戦への道をたどっていくんだというふうに言われますけれども、実際はですね、正規空母4隻やられただけだったんですね。で、軽空母はほとんどまだ無事です。珊瑚海で商法が得られて、それだけですからね。あとは全く軽空母は無傷です。そして、大砲とか、シナノとかね、あとはその葛城級ですよね、葛城、天城、もう一個なんだっけな、が出てくる、雲龍だったかな。空母を建造するのは簡単なんです。砲塔がないんですからね。空母っていうのはこう側だけ作って、機関部ボイラー作って、でせいぜいエレベーター作ったら終わりですからね。空母ほど簡単にできるものはありませんよ。戦艦が難しいのは、その砲塔を3つ作らないといけないでしょ。大和の砲塔なんかは、その46センチ砲塔1個がですね、駆逐艦1隻分ぐらいの重さがありますからね。えらい大変なんです。その主砲を作ると、その主砲は自分の46センチ砲弾を直撃受けても守れるように作らないといけないんで、もう鉄の防御の、その鉄の使用量からですね、その作る加工の難しさとかっていう、もう合わせたらですね、戦艦と空母だともう全然、おそらくですね、後期もどうでしょうね、半分ぐらいなんじゃないでしょうかね。本当に空母は簡単です。難しいで、環境なんかもものすごくね、プアなものがちょこんとついてるだけなんで、であとは機銃とかですね、対空砲なんかをつけて、ほとんど空母って何かっていうとですね、いわば輸送船みたいなもんですよ。今で言ったらコンテナ船みたいなもんでですね、側だけあって中にスペースがあるだけの話ですから、空母なんていうものは落とされてもまた作りゃいいんです。でゼロ戦とか97艦砲、99艦爆も内地でまた作ればいいんです。資源があったらいくらでも作れます。それよりもパイロットを失うことがダメなんですね。ベテランパイロットの技量、そのレベルの技量にまで要請するのにものすごく時間がかかるわけですね。で、幸いなことにミッドウェーは、その作るのが簡単な空母がですね、ね、即席でボンボンボンと作っていけばいいんです。天城、葛城、雲龍みたいにですね、どんどんもう建造中のものがあるんですから、それは空母はね、戦艦みたいに時間がかからないからすぐ作れるんです。で、ゼロ戦とか他の攻撃隊も作れるんです。で、しかもミッドウェーでやられたのは、飛龍はちょっと搭乗員パイロットが死んだけども、全体としたら100人ぐらいしかパイロットが死んでないわけ。これが不幸中の幸いとしてあったんだから、実は世界史の教科書上で言われるミッドウェーを負けたから、もうターニングポイントで日本は右肩下がりになっていったんだっていうのは、あれは全然嘘なんですね。まだまだその失った喪失のダメージから言うと、全くそんなことはないんです。全くそんなことはないです。ベテランパイロットが100名失われたことは大きかったけどもね、それは空母は作ればいいし、戦闘機は確かに300機ぐらいね失いましたけど、それもまた内地で作ればいいんです。南方とのですね、シーレーンさえ守っておけば材料はいくらでもあるわけですからね。時間が経てば元に戻る。もちろんそれはアメリカもその時間を経てば、それ以上の空母を作ってきますし、それ以上の攻撃隊を作ってきますから、そこはイーブンなんですけども、ね、これがターニングポイントだったというよりも、実はこの後紹介していきますですね、ガダルカナル攻防戦なんです。一番問題はガダルカナル攻防戦ね、ガダルカナル攻防戦で日本軍は大切なですね、戦力、貴重な戦力をすりつぶしていったんです。
でですね、まあおいおいやりますけれども、これに続くミッドウェーに続くですね、ガダルカナルの攻防戦というものが始まりまして、それが第1次ソロモン海戦、第2次、第3次ソロモン海戦、そして南太平洋海戦とかですね、サボ島沖海戦とかいろいろあるんですけども、それはもう全てこのガダルカナルの攻防戦です。これの一つのまとまりなんですね。一個一個の戦闘を詳しくなっても意味ないんです。この一つの軍として抑えないと、ガダルカナルの攻防戦の一つのシリーズとしてソロモン海戦とか南太平洋海戦があるんであって、要はここを守ろうっていう話なんですね。ここを取られたら、これニューギニアの東にあるんですね。オーストラリアがあって、ニューギニアがあって、ニューギニアの東にある島の、飛行場、これヘンダーソン飛行場というのがあるんだけど、ヘンダーソン飛行場というのを取られますと、そこの爆撃範囲が半径何キロってなりますから、ニューギニアの東だとかオーストラリアもそうですし、そのあたりが全部ですね、爆撃範囲になっちゃうわけです。そうすると、もうちょっと上に行ったらですね、トラックっていう、トラック島っていうのがあってですね、そこにアメリカ軍の攻撃が及ぶことになると、かなり日本としては困ったことになるわけですね。だから、まあ、トラックっていうとね、もうだいぶもう南方の前線、南方の最前線の日本の、まあ、基地、水上基地だったわけですね。でもっと西の方に行くとパラオとかがあったり、あるいはその上の方に行くとグアムとかサイパンのね、あの辺りがあったり、ただトラックっていうのはかなりそのまあ基軸となるですね、防衛拠点だったんだけど、それがガダルカナルが取られるとトラックが危なくなっちゃうんですね。だからこれは是が非でも抑えなきゃいかんということになります。ただここをあまりにもですね、別にこれ捨ててもよかったんだけど、捨ててもっと引き込んでですね、引き込んで前言要撃っていうのがありますけどね、引き込んで迎え撃つ方が基本的には距離の2乗に反比例しますからね、戦力っていうのは。だからそこで迎え撃つ方が理にかなってるんだけどね、日本軍は潜水艦もかなり持ってますからね、180隻ぐらい持ってきますからね。そうなんだけど、ただそれがやっぱりですね、戦線を後退させるということがものすごくやっぱり怖かったんでしょうね。だからトラックを守らないといけないということは、ガダルカナルを守らないといけないという話になって、ガダルカナルとかその隣にあるラバールとかのあたりの攻防戦がですね、ものすごく激しくなります。それはこの後説明をしていきますね。1942年の8月、だからミッドウェーが6月の5日とか6日なんで、そこからだいたい2ヶ月後ぐらいにですね、アメリカ軍がもうウォッチタワー作戦でガダルカナルを取っちゃうんですね。でそこから日本軍が取り返そう取り返そうって言って、また一木清直さんが行くんですけどね、あれ玉砕してしまうんですけど、でそこから、結局1943年の2月かな、最後ガダルカナルから撤退したのはね、ということはだから6ヶ月ぐらいガダルカナルの攻防戦があるわけですね。6ヶ月ぐらいあるわけです。でようやく諦めて1943年はもうね、日米が膠着状態に陥ります。ガダルカナルをアメリカが取ってですね、そして日本は諦めた。それが1943年の2月ですよね。1943年の2月なんだけど、このね、1943年というのはアメリカ軍ももう水上戦力がもうなくなっちゃって、で日本軍ももう水上戦力が、まあ、軽空母とかはあるんだけどすり減らしちゃったと、ね、正規空母ももうないですからね。1943年はね、この空白のエアポケットに入っちゃうんですね。結構睨み合いが続くんです。そして物事が動き出すのが1944年のね、まあ大体
夏前ぐらいかな、霊帝沖海戦というのが起こるわけですね。ああすいません、マリアナ沖海戦、もうそこでもうマリアナまで来られちゃうんですけどね、だから1900マリアナが1944年の6月ぐらいでしょ。だから1年4ヶ月、まあ、大体1年半ぐらいのですねエアポケット期間に入るわけです。でこっから一気に動き出していくんですね。マリアナ沖が負けて、で44年の10月あたりにレーテでもボロ負けをします。そしたらもうあとは1945年っていうのはもうね、あの沖縄戦だったり硫黄島だったり、まあもうこれは皆さんご存知の通り、もう負け戦、ザ・負け戦になっていくわけですね。だからね、44年のマリアナ沖海戦とかですね、レーテ沖海戦はもう本当になんか日本のねダメさが分かるというか、まあこれは左翼の人がね日本の負けっぷりを何か嬉しそうに言うんですけども、大体まあミッドウェーぐらいまででものすごく日本が強かった時期で、ミッドウェーで負けちゃって、そしてガダルカナルにものすごくこだわるのがこの1942年の後半ですよね。1942年の後半で、1943年2月にガダルカナルを疾患してしまうと、あとはまあしばらくエアポケットがあって、そして1944年のもうね、特攻作戦というかですね、もうマリアナ沖レーテ、マリアナとレーテなんていうのはですね、まあある種特攻作戦みたいなもんです。これは十分な戦力が整ってないのに、もう焼けっぱちでですね、もう体当たりしていくみたいな、うん、まあせいぜいミッドウェーぐらいまでですね、もう勝つか負けるかの勝負をやってやろうっていう、もうそのいい戦いをしていたのがミッドウェー。まあガダルカナル攻防戦もですね、ソロモンも面白いですね。ソロモンも面白いですね。ソロモンとか南太平洋、ガダルカナル攻防戦面白いです。これを今後やっていきたいと思いますので、ぜひ期待していてください。